自己紹介お願いします。タップダンス、そしてミュージカルやってます宮下と言います。よろしくお願いします。お願いします。いらっしゃいませ。宮下さん、はい何しに来たのに。いや、ここに来たら売れると聞いてそれ間違ってます。やばいです。すいません、そのために来たんです。申し訳ないです。個人の努力になっちゃうんですよ申し訳ないですよ。全力で個人の努力を応援する番組です、はい、ありがとうございます。頑張ります。はい、そしてあの宮下さんのプロフィールを私からご紹介したいと思います。岡山県岡山市出身のタップダンサーであり、ミュージカル俳優、またダンスの振付師であり、舞台監督でもある。関東近郊で合ってるかな、関東近郊で活動を展開しているタップダンスユニットヘキサビートの中心人物である。現在はタップダンスのステージやワークショップを中心として活動しているタップダンサー、ミュージカル俳優さんでございます。おー、ありがとうございます。すごい、タップダンスですよ。タップダンスですよ。俺のイメージは、はい、もうビートたけしさんと あとおぼんこぼんさんあーそうなんですか。はい、もうその2組しかちょっと思い浮かばない。あとはほら、あのそのたけしさんの映画のザトイチで、はい、そうタップダンスをやったっていう。よかったです。そうですね、はい、ザトイチでやっぱりタップダンスを知った人は多いですね、はい、そうですよね、うんうん、あと初めて見ようってちょっとだけ思いました。やってないですけどまあでもそうですよね、あれはそう思いますよね、はい、めっちゃかっこよかったんで。何きっかけですか、始められたのは。僕はタップダンスは、はい、そういう演劇の専門学校で出会ったんですよ、はい、そこまではうん全く触れなかったですね。もともとはまあ、ミュージカル俳優も今やってるってことなんですけど、もともとは俳優とかを目指して、お芝居の方を目指していた。元をたどれば僕はすごいアニメオタクで。あ、一緒だ。お一緒です。そう、そこで、まあ、よくある声優を目指して、そういう専門学校を探して、はいはい、上京してきたただのアニメオタクの男の子です、ね。はい、そこでその学校がいろんな演劇の、まあ、演劇に限らずダンスとか歌とか、はいはい、もう全部なんですよ。アナウンサーとかモデルとか、はいはい、それの、うんうん、の学校だったので、そこでいろいろ知り合って、はい、ダンスとか歌とかお芝居もですけど、はい、タップダンスもその中に一つあったんですよ。そこからですね、自分で選択してタップダンスをやってみて。そうです、タップダンスは選択でしたね。はあ、うーん、そうですね。何がそのあタップダンスいいなって思ったんですか。まずはもう何でも選べたので、はい、全部受けてみようと思ったんですよ、はい、できそうなものは。あ、じゃあタップダンス以外にもダンスのジャンル的にはなんか、まあ、ヒップホップだったり、はい、ジャズだったりは。いや、もう全部受けます。バレエ、モダン、ジャズ、ヒップホップ、 あと日本舞踊と、うんうん、あと盾、はあはあ、体を動かすの、そのぐらい、はあ、あとパントマイムかな。うん、おそらく僕全部受けたと思うんですよね、はい、学校にあるカリキュラムは、はい、その中でタップダンスをなぜ選ばれたんですか。はい、おそらく先生との相性もあったと思うんですけども、はい、あの結構コツコツするんですよ。あのコツコツ、あの地道に、あ、足を、そうですよね、そうですよね、コツコツ、コツ音も含めて、はい、確かに、はい、なのでそこら辺が自分の性に合ったんだと思いますね。あ、そうなんですね。なんかもう背もすごい高い方だから、はい、迫力が、動画見かけていただきましたけど、 ありがとうございます。なんか迫力があってすごいかっこよかったです、はい、ありがとうございます。アニメ好きだから、はい、で、あのルパンの曲でタップダンスとかもね、うんうんうん、されたりとか。はい、そうなんですよ。しててアニソンでどんどんタップダンス踊りたいですよね。やっぱアニメはブレないんですね。そうですね、アニメアニメはブレずにアニメソングでやってみたい。はい、あ、すごい。なかなかいないですしね、タップダンスをアニソンで踊るっていう。そうですね、そうですね。でもアニメソングって結構テンポが速いじゃないですか、はい、まあルパンもそうだったんですけど、はい、なんか足つったりとかしてそれでなんか素人みたいな質問ですよ。いやいやいや、でもそうです、やっぱり速い曲には頑張らないといけないなと思いますね。バラードとかだとゆっくりの振り付けももちろん相性なんですけども、はいはい、そこは振り付けの力なのかな。タップダンスをやってて、はい、なんかすごい大変だなって思ったことありますか。 あのですね、タップダンスやっぱりその足で、はい、足のあれ靴の裏が金属なんですよ、はいはい、なんか床を傷つけるというか、床本当に打ち鳴らすので、はい、それが他のダンスだと路上でも、はい、もしくはちょっと場所があればどこでも踊れると思うんですけども、うんうん、タップダンスの床が OK というか、自分で板を持っていかないとできないんですよ、はいはいはい、専用の板ありますもんね。じゃないともう床がガシャガシャに傷つくので、それを持って運ぶのが他のダンスよりも多分条件は難しいですね。あ、なるほど。芝生の上では音鳴らないですからね。確かに確かに確かに。あの靴って、はい、あれは
あの靴がカタカタなってるじゃなくて、その床とあの靴が弾いた音でカツンと。そうです、靴一つでその振って鳴るものではないので、そう、地面と靴がぶつかって鳴るんですね。なんかタップダンス見てるとすごい不思議な感覚になるんですよ。なんかすごい軽々と足さばきをしてるのに、ものすごい速い音が鳴ったりとかするじゃないですか。だからなんか鳴る子みたいに靴でカタカタカタって鳴らしてる、あー、なるほど、のかなって思って、ね、実際にタップダンスのシューズを見たことがないんで、はい、そういうのもあるのか。後でこれラジオで、ね、後で実物を、あ、じゃあ、 あるんですか、言ってみるもんね。いいですね。持ってきます。写真とか撮らせてもらえれば、あ、ぜひ、ね、そうですね、聞いてる方にも。やった、後で。すげえ。でも未だにそのやっぱり生でタップダンスを初めて見た人は本当に鳴らしてるんだっていう人いますよ、うん、CG なのか後で音をかぶせるのかわからないけども、やっぱり今言ったようにその足の動きよりも音の数が多いので、そうなんですよ、そうなんですよ、不思議なんでしょうね。伝わってた、伝わってた、もちろん、よかったよかった、伝わってた。でもその多分難しい技術を多分いとも簡単に見せるっていうのが、うん、まあ、芸事の生まれないですね。そうですね。タップ歴何年とかになるんですか。タップ歴は20年ぐらいですね。もう20年くるかな。もう絶対道普通に歩いてるときなんかやっちゃうんじゃないですか。あ、もうそれはそうですね。本当にやっちゃいますよね。かっこいい。もう信号待ってるときとか、はい、あとエレベーターの中は一人だったらみんなやってますね。その瞬間みんなもうこれはもうタップダンサーあるある、もう絶対に職業病みたいな、もうね、そうなんだ、チーンってあくまではみんな踊ってますよ、ついにステップを踏んでしまう、あれは、ね、雨上がりに傘さしてタップとかします、はい、いいです、それが一番やっぱり新銀座で雨にダイバーそんな映画ねやってましたよね。確かにあれはまあ素晴らしいですね。あれジンケリーでした、ね、そうですね、すごい、そうですよね、雨の中ではなかなかやらないですけどね。跳ねちゃう、跳ねてズボンが汚れちゃうからです。はい、すいませんでした。そんな宮下さんなんですけど、はい、なんか不運が続いてるらしいですよ。あ、ね、そうなんですよ、最近大変らしいです。こんななんか順風満帆っていうんですか。なんかトントン拍子で来たみたいなこと、いや不運が続いてると。続いてますね。私ほど不幸な人この世にいるのかって思うんですけど。え、そうなんですよ、ね、私ね、このまあラジオ聞いてることは分かるんですけど、まあ喘息の発作から始まり、私今あと骨折してるんですよ、今。大丈夫です。で、まあ、今アレルギーですごいことになってるっていうね、もう不運、体調の不運がすごいんですけど。宮下さん、なんかどんなことが。僕なんか一個一個はなんか大きいとあれなんですけども、まあ、今あったことはちょっと大きなオーディションがちょっと、はい、なんて言うんでしょう、なんかポシャったりとか、あ、そう、まあ、落ちるとかではないんです、なんか、はいはい、すごい時間をかけて、はい、それがなくなったんですよね。ああ、え、後日開催とか日にちを改めてとかではなくて、もうなんか3ヶ月4ヶ月ずっと待たされて、そんなことないとか、あと、まあ、結構なんだろうな、固い話だけど、はい、いろんな役所の手続きとかでもなんか全部向こう側のミスなんですよ。あ、そんなこと普段ないっていうのが、もっと言ったれ、それにもっと言ったれ、2つ3つ重なって起きるような、はい、1回、はい、1人の事故じゃなくて、はい、2つ3つ積み重なって初めて起きるようなことが最近いつもあるんです。はい、もっと申し訳ないですけど、もっと言ったれ。まあそういう時に限ってみたいなのありますよね。続くんですよね。続くんですよ、いくつかあるんです、そういうのが。今行ってみたいパワースポットとかってもう調べてるんですか。あ、でもいろいろそういうの好きなので、はい、あそこ、あ、もう出てこない、あもう出てこないよ。気になる方はツイッター、フェイスブックで。あれ、はい、春日大社じゃない、などこですか、どこ、何神社、一番神社、あれ出雲、出雲じゃないな、伊勢神宮とか、伊勢神宮でもない、これは出ねえな、今日これは出ねえな、残念。そっか、寺を巡りたいと。春日大社って違いましたっけ。私そんな疎いんですよね。得意なのは星野ディレクターなんですけど。僕もそんなにあれですけど。え、まあ、でもあと富士山、富士山登ります。あ、富士山ね、登りましょう、それは富士山登ります、うん、ちょっとお祓いというかね、なんかしてもらって役を落として、そう、でもそういうとこ行きたいんですよ。役落としやりました、ね、いいですね、それは。も私もやりたいです、今年。ってことで、楽しいお話で盛り上がったら
あっちゅう間にお時間が来てしまいましたので、はい、まあ今日何しに来たかって言ったら、まあ告知ですよね。そうですね正直そうですね。ごもっともです。ですよね。ってことでちょっと私からですね、告知をさせていただき、はい、したいと思います。お願いします。はい、2019年10月20日の日曜日、第42回練馬祭り出演、会場が豊島園で入場が無料ということなんですけれども。すごい、豊島園にあるんだ。これどういったお祭り、お祭りですか、どういったイベントなんですか。練馬区のお祭り、区のお祭りなんですけれども、はいはい、もう豊島園を全部無料で開放して、まあ、乗り物はお金かかるんですけどね、はい、入場は無料で、はい、あのステージが3つ4つぐらい出て、そこでもいろんな区のパフォーマーが、はい、もう歌もダンスもいろんなことをするというお祭りなんですよ、はい、その中の一つに出演なさる、はい、僕もしますし、あと僕の教えてる生徒さんたちがそこで発表披露もしますね、はい、なるほどなるほど。お時間とかってもう決まって、ステージがいくつかあるんですけども、はい、ソレイユステージ、ソレイユステージ、はい、そこの僕のタップダンスチームは13時10分から13時40分に出演します、はい、30分間、うん、はい、はい、なるほど。生徒さんが教えてらっしゃるんですもんね。そうです、練馬区の。そうです。あ、それもですね、実はございまして、はいはい、あの毎週日曜日、はい、練馬区勤労福祉会館にて、はい、タップダンスサークルの講師もやっていると。はい、そうです。いうことなんですけれども、これはもうこのラジオを聞いて、はい、ちょっとやってみたいんだけど俺みたいな方も、はい、プッと言っても大丈夫ですか。あ、いいですよ、大丈夫です。特に年齢とかも問わないです。ただあの公共施設なので、はい、毎週はできてないので、そこがやってますかって一回聞いてくれないと。なるほど。これはじゃあどこに問い合わせを、ごめんなさい、毎週って書いてたんですね。毎週それはすみません。毎週ね言っちゃったんだけど、ほぼ毎週日曜日やってるみたいなんで、これどこに問い合わせすればそういった情報ってわかるんですか。僕がヘキサビートというチームをやってますので、はい、そこのフェイスブックなどに載ってます、はい、もしくは問い合わせいただければ、はい、どうぞと、うん、どうぞという返事が来ます。 HEXABEAT。あ、正解です。そうです、ヘキサビートで、はい、検索すると出てきますあれですか、はい、なんかペットボトルのキャップを使って、はい、タップシューズを作るって、はい、なんか動画とかにこれはいろんな児童館とか、はい、あのそういう子供向けだったりとか高齢者施設のイベントで行うワークショップですね、はいはい、その場でタップダンス、僕もタップダンスを披露してタップシューズを作ってタップダンスを体験するというワークショップ、うんうん、それはまあレッスンとまた違うんですけれども、はい、そういうイベントも僕は行ってます。やってて、はあ、すごい。でもこういうタップダンスをやる人口を増やしていかないと、そうですね、あれですもんね。そうなんですよ。ちなみに年齢制限とかあるんですか、この教室は。いや、僕のスタジオは全然なくて、下は小学校2年生から上は60代70代ぐらいの方も参加してくれてますよ、すごい。え、みんな同じもうレベルで、はい、そうですね、レッスンを受けてる。はい、すごい。すげえ。え、じゃあもう私も可能性あるんじゃね？いや、もちろんもちろんなるよ。全然あるよね。健康になるよ多分。確かに、ね、喘息は確かに、そう、体動かすし。はい、やってみよう。足細くなんじゃない？あ、なりますよ。え、ヒップアップとかの効果もあるんですか、タップダンス？あるでしょうね。やっぱり足腰が強くなるので。本当ですか？ヒップアップとかあと足首も細くなるでしょうし。あらあら、いいこと言ったじゃん。めちゃめちゃいいこと。なんかやっぱ足をすごく使うから太くなっちゃうんじゃないかなっていう。まあ、それは本当にアスリートみたいにすればなるでしょうけども、まあ、健康に踊る分にはいいんじゃないですかね。楽しくやろうっていうのはね、多分モットーですからね。はい、これはありがとうございます。いいですよ。なんか他にもいっぱい動画が YouTube にも入ってますよね、はい、それもあれですか、宮下圭一で検索とかで。そうですね、僕の名前かあとはチームの名前かで調べていただければ、はい、いっぱい動画あります。めちゃめちゃかっこいいですよ、うん、ありがとうございます。ずっとそうですよね、ずっとやっぱ音乗ってきたよ。もう終わりだけど乗ってきたよ。そうだよ。ってことで、あのまだまだ気になることいっぱいあるんですよ。ね、いっぱいあるんですけど、はい、お時間なんで残念ながらって感じです、はい、ただ一個だけ言いたいのが、180センチあるのにシークレットシューズ買いに行くのそうそうそう、よくわからないと思うね。一回以前買って履いてたことがあるんですよ、はい、でかーってなりません？なりますね。もうなりますね。でもそれは何でしょう、あの身長が低いから身長伸ばしたいとかっていうことでなくて、うんうん、もうファッションの一つだと思うんですよ。なんか結構でも10センチ高い靴履くって変わりますよ、うん、世界いろ、あ、そう本当に細かいけど、例えばコンビニでレジで商品を置く距離が違うんですよ。おーって思いますよ。自動販売機のお金のところ高さが違ったら、あ、面白いですよ。なんとなくちっちゃいことですけど普段が変わります。へー、
シークレットブーツ、女性はねヒール履くことあるかもしれないですけどね。そうですね、川島さんお試しください。ありがとうございます。おすすめです。はい、はい、ではでは、たくさん楽しいお話をありがとうございました。本日のゲストは宮下圭一さんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。